はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今年2019年の予定を話させていただきます。物販関係の予定、生徒さんとの予定がメインになってきますので、皆さんもリマインダー代わりにご覧いただければなと思います。10月中は10月26日に勉強会があります。11月は11月1日から、自分は11月7日まで講習に行きます。11月23日にまた月1の勉強会があります。11月29日から12月4日まではタイに生徒さんと行ってきます。で、12月中まだ曜日未定なんですが、日付曜日未定なんですが、勉強会と、あともしかしたら個人的に講習行くかもしれないなっていうふうに思ってます。マーケターの方と先日お会いしてきたので、10月から11月ぐらいので新しいマーケティングを行うってことですね。で、具体的にはまた別途動画出しますけれども、5日間の無料講座、5日間無料講座っていうのをリニューアルしていくっていう流れになります。で、この後ですね、マーケティングを行って5日間の無料講座もリニューアルした後っていうのは、事業者としては新しい会社を設立するっていう流れになると思います。新会社の設立ですね、株式です。で、これを行うところまでが一応、まあこれは来年行うとは思うんですけれども、今年の流れとそれに付随する来年の目標っていう形になります。新会社に関しては別に一人社長でやるわけなんで、いつ建てたっていいわけですよね。だから一般的な確定申告ですね、確定申告、確信の時期っていうのはうまく外して、税理士さんが忙しくない時にしたいので、やっぱり3月4月だとかそこら辺は避けて設立しようかなっていうふうに思ってますし、 Amazon って一法人一個人っていうルールがあるんですね。要するに個人として、黒沢敦史として個人としてアカウントを持てて、一つの会社も法人のアカウントを持てるわけです。だから会社が2つあったら、アメリカアマゾンのアカウントも自分と会社 A と会社 B って3つ持つことができるんですね。そういうこともうまく活用しながら、自分自身は物販ビジネスを展開していこうかなって思ってます。まあ、とにかく今回の話まとめます。10月、これからですね、年末までいろいろな予定があります。だいたい月に1個か2個、特に勉強会とかツアー関係っていうのがあるんですが、それとは別に自分自身もマーケティング講座のリニューアル、そしてその後新会社設立っていう流れで進んでいきます。そういった予定をしっかりと立てておくことによって、この期限から逆算して行動していくってことが自分はできるので、逆にこういうふうに細かく立てとかないと、本当絶対自分だらけるんですよ。だって一日中だらけたって誰も文句言わないですから。生徒さんのサポートはもちろんしっかりしますけど、それ以外の部分っていうのはどんなにだらけてたって誰もこらーって言ってくれる人いないんですよ。だからこういった自分で自分自身の襟を正すというか、尾を締めるというか、そういったことっていうのが事業を継続していって、継続するだけじゃなくて拡大する際には大切なんじゃないかなって思ったので共有させていただきました。というわけで最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。